2003年1月、別冊文芸春秋に掲載され、8月25日に文芸春秋から単行本が刊行された。週刊文春ミステリーベスト展2003年第1位、2004年本屋、大賞第2位受賞。著者が、工芸新聞社の記者時代に遭遇した日本航空123便墜落事故を題材としており、群馬県の架空の地方新聞社を舞台に、 未曾有の大事故を取材する新聞記者とそれを取りまとめるデスクの奮闘を描く。現場取材、記事の扱いについてのそれぞれの記者の思い、記事の割り付けといった編集部門のことだけでなく、広告、印刷、配送部門も含めた新聞社全体の仕事の流れも扱っている。クライマーズハイとは登山者の興奮状態が極限まで達し、 恐怖感が麻痺してしまう状態のことである。2006年6月10日には、文春文庫版が刊行された。2005年12月に NHK でテレビドラマ化され、東映、ギャガコミュニケーションズの共同配給で映画化され2008年に全国公開された。1985年8月12日、群馬県の地方紙・北関東新聞社の友軍記者で、 社内の登山サークル、のぼろう会メンバーの結城和正は、販売部の安西光一郎と共に、県内最大の難関である谷川学賞立岩同藩へ向かう予定だった。帰宅の準備をしているとき、社会部記者の佐山から、ジャンボが消えたとの連絡が入る。結城は、カス編集局長から、自己関連の紙面編集を担う日光全権デスクを命ぜられる。 同新聞社にとって大久保、レガカ以来となる大事件を抱えた勇気は次々と重大かつ繊細な決断を迫られる。2005年12月10日と17日の19時30分20時45分に NHK 総合、NHK デジタル総合の土曜ドラマ枠で2部構成の特別番組として放送された。主演は佐藤光一。 2006年9月30日と10月7日に再放送されたほか、2010年12月には日本映画専門チャンネルで映画版と合わせて放送された。北関東新聞社その他2007年7月5日、クランクイン8月31日クランクアップ10月に制作が発表され、2008年7月5日に公開された。事故現場となった上野村において、 特別試写会が行われ、多くの村民が干渉した。本作品は、比較的忠実に1985年当時の時代交渉されているが、若干当時には存在しないものや言葉が使用された箇所がある。映画版は2009年1月1日にソニーピクチャーズエンタテインメントより発売。ありがとうございます。